ポカリスエット、ポカリスエット、ポカリスウェットは、大塚製薬から発売されている、清涼飲料水。日本においては、同社の登録商標、第157万4161号他である。日本における、スポーツドリンク普及の起爆剤になった。大塚製薬は、ポカリスエットを、スポーツドリンクでなく、発売当時より、発汗により失われた、水分、イオン。 電解質をスムーズに補給する健康飲料としている。略称は、ポカリ。開発における商品コンセプトは、飲む点滴で、人の体液に含まれる7種類のイオン、非イオン NA21K5CA21MG20.5、影 4CL16.5、ストレート310、ラックテイト1を含有する。昭和55年。 1980年4月に 245g 缶、6月に1リットル希釈用のパウダータイプで発売された。価格は缶タイプで、当時120円。この時点のコカ・コーラ社製品の 250ml 缶は100円であった。発売当初、ポカリスエットのキャッチフレーズはアルカリ用飲料であったが、内容液の PH がアルカリ性を示すとの誤解を招きかねないため、 現在は、イオンサプライドリンクと、ショルダーフレーズを変更している。ショルダーフレーズは、下記の通り変遷されている。人の体液に近い蘇生と浸透圧の整理、食塩水、リンゲル液が、発汗によって失われた水分を補給するのに、効率が良いことは、急に本陸軍など様々な研究機関で、研究されていた。アメリカ合衆国では、そうした、 リンゲル液を飲みやすい味に仕上げたスポーツドリンクとしてゲータレードが商品化されていた。昭和48年1973年オロナミンシードリンクの開発を担当した研究員のハリマロクロウがメキシコ出張で水に当たり、ひどい下痢になり医者にかかったものの抗生物質を処方されただけで、あとは水分補給のためジンジャーエールを飲みなさいと指示されただけだった。 これは、下痢にジンジャーエールが効くということではなく、当時のメキシコにはミネラルウォーターがあまり売いなかったためである。この時、体にすぐ吸収される飲料が商品化できないかと思い立った。帰国後、後に社長に就任する大塚明彦にこのことを報告すると、そういう商品もポツポツいるな、という返事が返ってきた。実はこの時、すでに、 大塚昭彦は雑誌の記事でアメリカでケータレーが発売されたことを知っていたのである。そして大塚が社長に就任した後商品開発がスタートした。多くの人に飲んでもらえるようにとスポーツドリンクではなく日常生活の中で飲む飲料を目指した。大塚製薬はもともと病院で使用される点滴用のリンゲル液を手掛けており、グループ会社である大塚製薬工場は 有液、点滴の分野では、国内生産のシェアが一番多く、先行商品であるゲータレードが、リンゲル液の蘇生に近いことはすぐに判明した。長時間の手術を終えて疲労した医師が、水分補給に、リンゲル液を引用している事実も知っていた。そのため、その自社のリンゲル液を元にして開発が進められた。各種イオン濃度は綿密に調整され、人の体液に、 極めて近い蘇生及び浸透圧になっているアイソトニック飲料という用語ここから生まれた。先行商品であるゲータレードに対抗するために食味の研究も入念に行われ、アコーの塩味饅頭をヒントに塩味と甘みの絶妙のバランスを図った。無果汁と表記されているが苦味を和らげるために果汁を使用していることが知られており、原材料には 過重と表記されている。過重5%未満であれば、無過重表記と過重表記が選択できるため、法律上何の不当表示ではない。しかしこのようなケースでは、ほとんどの製品が過重表記を選択するのが普通なので、不思議に思われることが多い。かつては、大塚ベバレジ、現在は、大塚食品のマッチでも同様であった。マッチは2016年現在。 過重1% 81表記に変更。現在は日本や東南アジアをはじめ多くの国で発売されている。大塚製薬によれば食品分野の日本製品でこれだけ国際的な知名度を持つ製品は少ないとのこと。ただアメリカ合衆国、米国など英語圏の国々では商品名が末とイコール汗イコール臭いを連想させると指摘されることもある。 米国内でスポーツドリンクといえば老舗のゲータレードの方が強いがゲータレードは2015年に日本市場から撤退している。日本では日本コカ・コーラが発売するアクエリアスが長年にわたり最大のライバル商品となっている。ポカリスエットは甘みが強くアクエリアスは酸味が強い。リトルリーグなどの統括団体日本。 少年野球連盟の公認スポーツドリンクである。平成19年2007年頃から環境問題に配慮してすでに販売している製品の一部でエコボトルを採用している。2013年4月より甘さとカロリーを抑えたポカリスエットンウォーターが発売された。ラベルのデザインはかつて販売されていたポカリスエットステビアの缶の色とほぼ同様の水である。 味覚感がないという理由から飲料水パッケージには、ほとんど採用されてこなかった青色を、缶デザインに初めて大々的に取り入れる斬新な、デザインで清涼感を強く打ち出し、後のスポーツ飲料のイメージを決定づけた。広告などがすべてすり登って、準備万端の発売寸前に、グループ会社である大塚食品の社員から、食品関係のパッケージに合うは、 絶対に使わないと言われ、商品に関わった者たちは順調な売れ行きを知るまでの期間を戦々恐々として過ごした。ポッカリスウェットのロゴデザインは世界的タイポグラファー、ヘルムート・シュミットによるもの。発売2年目から本格的に広告展開を始めるにあたり、グラフィックデザイナーの細谷岩尾により、パッケージ全体はリニューアルされ、現在使われているものと同じになった。 具体的には、ポカリスウェットのロゴの大きさと文字の間隔の修正、イメージカラーの青色の修正など、生命の源である海の青と波の白をイメージし、当時としては斬新とされたマリンブルーの色彩を使用した。1998年より、日本サッカー協会が競技中のスポーツドリンクとして、ポカリスウェット仕様を承認した。2002年2月、 米国医師会の学術誌であるジャーナル・オブ・アメリカン・メディカル・アソシエーション、ジャマ氏2月20日号に大塚製薬と日本航空の研究グループが行った当電解質飲料ポカリスウェットが長時間航空機に登場する場合の血液粘度上昇に与える影響についての論文にて静脈血栓即栓症対策に有用と掲載された発売当初は イオン飲料アルカリ性をキャッチコピーにショルダーネームとして製品などに記し発売2年目から広告宣伝を始める。1981年頃よりイメージキャラクターに欧米の女性モデルや女優を起用し大塚製薬では初めて外国人を起用して日本の国外で撮影した。1981年から1982年にイギリスのモデルのフランチェスカ・マクベス。 1983年に、マーゴ・ヘミングウェイ。1984年は、スウェーデン人のエヴァ。1985年は、などが、務めた。この時期は、オリジナル曲を用いており、レコードや、CD などは発売されていない。1986年の、第1回ポカリスエット、イメージがあるコンテストは1万2千0人余りが応募し、優勝した、森高千里が、 糸井重里と共に CM に出演して字幕を集め森高が主演するポカリスエットムービーキャラバン第一作あいつに恋しても制作された。1988年からイメージキャラクターに宮沢理恵、一色さえ、中山エミリラを起用し CM ソングは小田哲郎、ザード、ビーズラのビーイングとタイアップした。は爽快な雰囲気をは 機能をそれぞれ訴求し、夏季は新人女優やモデル、夏季以外は男性芸能人が多く見られる。スポーツの大きな大会がある場合には、スポーツ選手を起用することもある。新人女優やモデルは基本的に20歳未満であり、近年は夏休み近辺の学生をイメージしたものが多い。ポカリスエットの CM に出演する。 新人女優やモデルは CM により注目され後に有名になることが多く、有名女優の登竜門と呼ばれている。2001年10月に国際宇宙ステーションで CM を撮影し、2002年の年始からキャンペーンプラネットブルーとして放映した。2005年の CM キャッチコピーは一緒に生きてく水。2006年は RE、ボディ、リボディ。 2007年は、アクション。企画、制作は電通。クリエイティブディレクター小松洋氏。プランナー高崎拓馬。アートディレクター高橋秀明。小島義弘。2008年は、汗を楽しめ。ファーストサプライ、キープロング。ファーストサプライ、キープロング。2009年は、キープユーベスト、キープユーベスト。2015年は、潜在能力を引き出せ。 ポカリ、飲まなきゃ。太字は、現在の出演者。イオンウォーターの CM 出演者は、関連項目の項を参照。1998年に森克幸が出演。2007年に森以外、つまり、現行のスマップメンバーが順次出演するので、9年間の間を挟みつつも、森脱退後に森を含むスマップ6人が、同じ商品の CM に出たことになるはずが、 木村拓也が他社の清涼飲料水の CM に出演して、清涼飲料水の契約が終わる6月まで実現しなかった。草薙月吉はイオンウォーターの CM にも出演している。1997年12月に日本エアシステムのジェット旅客機 A300 から 600R の機体にポカリスウェットのロゴをデザイン。定期空路に用いる旅客機では、 日本初の機体広告となった。これより以前に、当亜国内航空時代の1982年には、機内広告を掲出していた。1989年と2005年の夏季に、軽飛行機による飛行機雲で文字を作り広告を行う、スカイメッセージを実施した。ポカリスエットのカプセルを2016年夏に月面に送り届ける LUNAR DREAM c a p c l プロジェクトが進行中である。公式サイトでは月へ送るメッセージを募集中である。実現すれば科学的な意義はともかく民間団体による初の月面着陸になる予定である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。